チゲラドームと14です。今回は CIC の方からやっていきたいと思います。結果はこんな感じ。相手はバタングだったんですが、13対14で圧倒的敗北です。強すぎた。強いね。強いわ。強かった。で、残った1個も 97% 強い。強い強い強い。素晴らしいです。まあ、今回はこの対戦から7本あるんでね、まあ、相手の攻めもいくつか見つつ、自分たちの攻撃もね、3本見て、まあ、どれか相手の攻め抜粋して選んでいこうと思います。早速やっていきましょう。はい、というわけでね、最初のこっちのアタックの全開が、ガクだったのでね、ガクの話を、ガクを見つつ話をしていきたいと思います。珍しくラバルでしたね。まあ、この CIC っていうのは、まあ、配信自体も入ってたんだけど、各チーム一人ね、配信者が絶対で必須で、配信者じゃない、選手もね、できるんだけど、その場合は後でね、動画を作ってくださいみたいなね、ルールがあるんでね、まあ、一応、まあ、こんな感じで、動画を作っているようなわけです、毎回。CIC に関しては結構動画作ってると思うんですけど、前回はね、あれだったんだよね。ホッさんが寝落ちで攻めれなくて、手数が少なくて負けてしまうっていう展開になって、ちょっとこれは動画にするのはあれだなと思ってやめました。JWC の方も攻め残したらしいですね、ホッさんその時。これで直接対決だったので、ちょっとね、前回のその敗北からで2連敗となって、順位が入れ替わってプレイオフがちょっと厳しくなってきてしまいました。残ってるのもね、2戦なんだけど、ATN、今1位の ATN がね、残ってるので、これ勝たないと、ちょっとプレイオフ厳しくなってきてしまった2連敗、ちょっと痛いですね。そんな感じ。で、ガクのアタック。まあね、長かったプレイオフも残り2戦ですよ。残りはダークタンジェントと ATN だけなんだけど、ちょっとアイグレネ効果がね、テスラによって引っ張れちゃったんで、ここまで狙ってたみたいなんだけど、折れずと。まあ、ディガホグしかやってないようなイメージだったのかな、ガクは。ちょっと珍しい天才ラバル。たまにやるんだけどね。あんまり多分、配信とか、まあ普通の配信してないような対戦でしかやってないんじゃないかな、ガクがラバルやってんの。あ、この前ブレイストンの時やったか。バルプスゲーミング戦やったか。あんまりなんかガクがラバルやってるイメージ他の人からはないと思う。この配信はなんか韓国の方で配信入ってたっていうのを後で聞きました。カズシさん、カズシックスさんから感謝だね。こんな感じ。ガクはね、ギガホグしかやんないイメージがあるかもしれないけど、めちゃくちゃうまいですね。まあ、クイラバは結構クイ、ディガホグと使い分けてる感じはあるけど、純粋のね、スーサイドラバルも、多分だけどね、これ結構大きいんだけど、耐久テストで自分の配置だったり、人の配置を攻めるときに、いろんな戦術がね、使えないといけないわけですよ。その結果、まあ僕らが天才ラバルをかなり多くやるので、自分でね、星さんだったりクラウスから取られないように、自分で作った配置をまず天才ラバルでね、耐久テストをやるときに、多分自分でラバルやってるうちにどんどん上手くなったんじゃないかなと思います。で、ランスロット見ようか。これめちゃくちゃ上手かった。まあ、あるあるですよね。僕もこの前ネコロやった時があったんだけど、なんだっけあれ、MPL の決勝かな。対戦でやるのは初めてだったけど、まあ、普通に耐久テストでかなりやってたし、守れなきゃいけない戦術の上の方の優先度かなり高いですからね、ネクロだったり、スーパーネクロだったりっていうのは。まあ、耐久テストで結構やってたんで、まあ、その時は結構覚えがありましたが、今はあんまやってないので、もう一回耐久テストで練習する日々があるかな。配置耐久テストって結構自分の練習にもなるんでね。普段使わない戦術だったりを練習することができるので、まあいい機会にもなるのかなと思います。このランスロッターめっちゃうまかったっすね。まあバタングもね、クイーンウォーカーズも ESL、ワールドファイナルがね、控えてるというところで、あんまり正直手の内を明かしたくないようなところだったと思うんだけど、バタング側はね、いつも思ってたよりは、順、スーラバしかほとんどしない順粉がクイラバやってきたりとか、うまかったんですよね、普通に。ワーニングもスーサイドラバルばっかりだったんだけど、なんか別のことやってきたりとか。まあ、直接戦ってみて分かることってあるじゃないですか。まあ、その辺が分かってよかったですね。お、この人以外、クイラバが2本あったかな、相手。あんまりクイラバの多いクランではなかったんだけど、バタングって。まあ、対戦前にね、見れてよかったなーって感じです。
まあ、バタングもね、結構波の大きいクランなんだけど、もう世界大会前かなり仕上がってきてるイメージですね。去年があんまりいい出来ではなかったので、去年の世界大会は。今回はかなり仕上がってるなってイメージですね。去年とはメンバー変えてね、うん、がっつりなんか真剣にかかってきて、リーダーのクードロンとかも試合には出ないで、マネージャーって枠でね、切り替えてなんか、チームとしてやっぱ戦いに来てるなって感じを受けますね。まあ、こんな感じで、まぁ、ちょっとね、投石の竹がこっちに入ったら話は変わったと思うんだけど、クイヒーの方で竹取られちゃって、この真ん中の穴開けでも勝負ありでしたね。これめちゃくちゃうまかったですね。耐久テストとかも、まぁ、これ ESL の用の配置で ESL で使った配置だったんだけど、まぁ、こんなとこクイヒーしてくる人はいなかったんで、ちょっと、頭から抜けてましたね。この配置、ちょっと、ネクロ系の人が来るのかなとか思ったり、他の戦術のためにネバナを打つよね。綺麗にクイヒーで一回ましたね。うまい。これはうまい。ランスロッターはもともとクイヒーの選手なんだけど、まあ、たまにホグラッシュやったりとか、ドラゴンラッシュとか、いろいろやったり。結構ね、対戦相手の研究は進んでます。かなり、毎回、結構データ取って、いろいろ、レポートみたいなの作ってるんだけど、いい感じだと思います。相手のことは結構理解できてるんで、あとは、それに合わせる配置と、自分たちのね、前回取れるかどうかっていうところがかかってくるかなって思います。で、これクイラバだったんだけど、シングル IT ね、折れなかったんだよ。やめて、こういうの。どっか行かないでよ。ああ、折れなかった、とか思って。まあでもこの辺折れてたら、まあなんとか、HP も削れてるしね、ああ、全然まだなんとかなるわ、とは思いながら、リカバリーのプランを考えているところですね。まずはガゴの勝利をしつつ、シングル IT がタゲ入るかなどうかなぐらいのところでバルーンで壊そうっていう風に頭を切り替えてました。これ外れるなっていうのは感覚的に分かっていたので安心して、で、レイジを先駆けで打ちつつ、なんとかカバーはできましたね。結構完璧なフォローにはなったかなと思います。で、もう一本。ここなんとか、レイジなしくてもいけたっぽいけど、まあちょっと怖かったんで、こっち側の竹をね、あんまり見れてなかったんで、安全にレイジをかけていきました。で、ここ打ってほしくて、ここ打ってくれないと、奥にウォールブレイカーつけようと思ってるプランがこっちについちゃって、余計こっちに狂って回っちゃう可能性があったんで、このクラン城を打ってから左に打つようなルートで穴開けを2回連続でしてあげました。で、こっち左広げた意味は先に対空砲とシングル IT を打ってからこっちのお安い、こっちに向けたかったっていう、このクイヒーのコントロールはね、完璧でしたねっていうか。ああ、失礼しました。これにね、ちょっと改良加わってんだけど、これの大元の配置を攻めたことがあったので、全く同じクイヒーで取ったことがあって、まあ、それとはちょっとタウンホールの位置だったり、クランジョーの位置だったりも、ロイちゃんの位置だったり、結構その辺、いろいろ変わってるんだけど、まあ、それを、この配置に合わせて、テスラの位置も全然違いましたね。まあ、その辺合わせて全開を狙いに行った形で、これね、クイヒでタウン見てたんだけど、びっくりするんだよね。どこ行くのーって。どこ行くにクイーンと。まあ、びっくりですね。大変なことになりました。そして変なとこ殴ってるという状況なんですけど、まあ、慌てずね、これスーパーウォールブレーカーの範囲ダメージとバルーンでテスラをカットしたことによってバルーンが内側に。このフォローはすごく良かったかなっていうところ。で、早めにトームをかけて、残り施設がもう4個になっているので、壊した瞬間ブーメランポイント終了。いいですね。あとは時間との勝負で、まあ、クロックを温存できてた。まあ、タウンホールに向けてのクロックって意味合いだったんだけど、タウンホール全然関係ないところ行っちゃったから、危なかったね、これは。初見、星1取ったら結構やべえ大会なんで。どの大会でも星1は結構やべえけど。負けてる展開で星1取ったら終わりだからね。ちょっと怖いかったけど、まあ、ロイちゃん分がかなり余裕に展開できてたのでね。まあ、前回には繋がりましたね。危ない危ない。怖いよ、こういうの。どっちにしよっかな。ゼロにしよっかな。うまかった、これも。食いらば。まあ、これをね、公開することによって、バタングと当たるクランにね、バタングの警戒もしてほしいなって思いつつ。どこと当たってもきついけどね、世界、決勝戦なんで。このクリアバめっちゃうまかったっすね。クロス2本の方に天才ですね。はい。
で、火力を完全に落としていくような感じ。まあ、食い火でこの辺を打ちづらいっていうのと、ここサイドカットの意味合いもありますね。こっちの3時の部屋に入れていくために、ここがあるとくるっと内側入ってこっち来ちゃうっていうところと、まあ、シンプルにこの辺とかずーっと対地クロスがガン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 効いてくるところ嫌だったと思うので、その辺の意味合いもあってのこの天才かなと思います。もうね、ゼロっていう人はね、あんまり、なんか想定通りの攻めは一切しない。こけることも、時は大動きしますね、だから。大動きするか、すごい奇抜なプランで全開取るか、みたいな。ちょっと変わったプランニングする人なんでね。まあ、対策がなかなか難しいですね。まあ、普通の天才ラバルとかはね、わかりやすかったりするんだけど、こういうちょっと凝ったことしてくると、なかなか捕まえづらいのが、この選手の特徴です。うまい時は本当にうまい。さあ、これでバスターでタウンホールをスニゴブラバで取っていきます。いいですね、これも。まあ、突撃艦ではなくて、まあ、突撃艦でも良かったとは思うんだけど、ホーミングチェックとかもね、まあ、一応ヒーラー取ってはいるけど、2層目のこの辺っていうのと、まあ、確実にね、バスターラバルで、あ、バスターで届くっていうところでバスターを優先したのかな。で、穴開けでこっち繋いで、この投石機、イーグルヒーローとかのところをキングと外周流しつつ、ここをもう一回入れつつ、逆サイド、スニゴブラバのラバを入れたらラバさんでの食いラバですね。これめちゃくちゃうまい。キングでイーグル砲のタゲを取ってるので、クイーンの方も被弾少なく、まあ、天才でね、ライトニング5発使ってるにもかかわらず、なんか意外と呪文もゆっくり余裕の感じに見えますね。で、ここでトーム。いや、うまい。まあ、中心マルチが終点になるような感じかな。まあ、クイーンでもこの辺は全然抜けるしね。なので、ラストフリーズを打ちつつ、まあ、ラバさんもね、詰めたわけなんで、まだラバが余ってますね。ロイちゃんもソラパートに使えてるってところで、プランニングとしてかなり余裕のある素晴らしいプランかなと思います。あんまり僕はね、天才の食い火ってしなくて、いやいや、天才しなくても食い火だけでいけるやんっていうのが思うところなんで、額もあんまやんないかな。昔出た当初はやってたんだけど、今あんまやってないね。まあ強いとは思うし、今回もすごいプランには刺さってるとは思うんだけど、まあ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 。まあ、今回ラストにしようかな。クラウスのネクロ16体と、ライトニング7発と、スケルトンが4発とかいうね、これ意味わかんないですね。うん。で、ジャイマン8体いますね。で、サービス終了かと思うじゃん、これ。ちょっと、まあ、でもサービス終了っちゃ終了なんだけど、クラウスのネクロっていつも違くて、なんだろうな、ゴレビスみたいなネクロの使い方するんですよね。タンホール9とかの、芋転がしみたいなイメージで見てもらえると面白いかな。はい、ライトニング7発でマルチ IT とロイヤルチャンピオンクッズを追ってきました。で、テスラチェックのババですね、これは。キングだけでこのイーグル砲を狙っていきます。これバルーン3体じゃなくてホグ入れた意味何なんだろう。ホグの方が火力高いかな。あ、小刻みに入るから2発撃って、ちょっとしたあれをホグで倒してもらおうって感じだったのか。いやでもそれならネクロ3体なら、じゃあバルーン3体ならワンパンだもんな。ということだろう。まあいいや。まずはキングだけでイーグル砲を壊していきます。で、マルチ IT も折れてるので残る範囲ダメージのものは投石機のみ。まあイーグル砲飛んでこないからね。まあウィズドもあるけどその辺はあんまり換算には入らないですね。あとはネクロとジャイアントでうまくシングル IT とかのタケを取りつつ誘導してクイーンをないイメージ。まだネクロ6体。本当にしてますね。ちょっとヒーロー怖かったのかなで、これ、はい、空オーデン、ホーミング、キーン。やってますね。やってますよ、これは。やってますよ。サイドカットにもなってたんで、流れかけたグイーンとネクロもしっかり返ってきます。もう、キーンを撃ってしまってるので、これ爆破必須ですね。で、オールブレーカーで繋いでいって、なんとか爆破入らないでほしいが、小物だけで、あ、オーデンが、ホーミングによって溶けていきました。ザキツプ式をかましております。さ、対地クロスちょっと鬱陶しいけど、これは、巨爆と小爆で一気にいけてきました。これヒーラー入ってないし、ゴーレムとかそういうユニットが入ってないんで、罠かー巨爆があると消えていってしまいますね。消えていってしまいましたね。で、ネクロ2体、あ、キルビーゼロ、いつもこの援軍だから、もしかしたら、新成分変えてないな、これ。ゼロ君いつもこの防衛援軍なんですよね。お得情報、耳寄りですね、これ。こういうの大事。
さあ、続けてウォールブレイカーでどんどん継ぎ目を開けていって誘導していって、残りロイちゃんと僕もまだ手元に残していますね。まあ、こんなぐる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 芋転がしのようにゆっくりゆっくり進めていくようなタイプのネクロ。これクイヒーネクロでも違う、普通にヒーラーをつけたネクロでもどうだったんだろう、その辺。まあ、ジャイとネクロ押しした方が強いっていう判断でヒーラーよりも優先したみたいですね。まあ、結果的にはオーデン失っても全開にはなってるんで、まあ、正解ではあったのかな。ちょっと罠に左右されちゃうけどね、ヒーラーがない分。何回もユニット消えちゃってたけど、まあ、外周部流したり、東海兵舎をね、ずらしておいたりとかで、まあ、一度に消えるリスクをね、少なく保ちつつ、スケルトン4体でね、タゲを取りつつ、ロイちゃんの延命だったり、最初の方シングライティのタゲ取ったりしてましたね。その辺が綺麗でうまかったです。はい、というわけで、今回はバタング戦、これでウィーク9ですね、を紹介していきました。長かったリーグ戦も残り2つと、まあ、なかなか厳しくなってきてはしまいましたが、まあ、残り2つね、まあ、ダークタンジェントはいいにしても、ATN に勝つことができるかどうかっていうのは非常に大事なところかなと思います。とりあえずダークタンジェントに負けたらほぼ終わりと言っても過言ではないかな。上位3チームだけがプレイオフに進出できるような状況です。上位3チームが進出できるという状況で、クイーンウォーカーズは今3位ですね。3位で、まあ、バタングがこれで2位に上がっていってしまったという状況で、残ってるのが6位のダークタンジェントで勝ち点差が2なので、シンプルに負けたら順位が入れ替わるどころか、下の奴らも入ってくると、まあ、6位のところと1位のところが残っているという意味合いでは、ラスト2戦すごく大事な対戦になるかなってところですね。で、ATN に関しては世界選手権前での対戦になるので、まあ、その辺も注目の一戦になるかなと思います。最終節が ATN ってどんなね、絶対仕組んだら振り分けって思うんだけどね。上位になりそうなくらいラスト2つ残しただろうっていうちょっと陰謀論を唱えますが、まあ嘆いていても仕方がないところなのでね、最後2つ頑張ってやっていきつつ、世界大会の方もね、頑張っていきたいと思います。というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。